ニコライ1912年2月16日は日本に聖教を伝導した大主教。日本聖教会の創建者。聖教会で劣勢され、足との称号を持つ聖人である。ロシア聖教を伝えたといった表現は誤りであり、ニコライ本人もロシア聖教を伝えるのではなく、聖教を伝導することを終始としていた。ニコライは、修道名で、本名はイバーン。 ドミートリエビチ・カサートキン。日本正教会では、アシトセニコライと呼ばれることが多い。日本では、ニコライ堂のニコライとして親しまれた。進学大学生であった頃、在日本ロシア領事館付属制堂司祭募集を知り、日本への聖教伝道に借り立てられたニコライは、その生涯を日本への聖教伝道に捧げ、日露戦争中も日本に留まり、日本で営民した。 スモレンスク県、ベリスク軍で両ーザーのタスク祭、ドミートリー・カサートキンの息子として生まれる。母は5歳の時に死亡。ベリスク神学校初等科を卒業後、スモレンスク神学校を経て、サンクトペテルブルク神学大学2857年、入学。在学中、バシーリー・ゴロブニーンの表した日本優秀記を読んで以来日本への渡航と伝道に、借り立てられたニコライは、 在日本ロシア領事館付属礼拝堂司祭募集を知り、志願してその任に就くことになった。在学中の1860年7月7日、修士生願士修道士ニコライとなる。同年7月12日聖使徒ペトル・パウエル祭の日、修道タスク祭に助成され、翌日神学校付属礼拝堂聖1に、使徒教会記念の日に修道司祭に助成された。 ミラリキアの奇跡者性ニコライは、東方教会において重視される聖人であり、好んで、生命、修道名に用いられるが、ニコライも奇跡者性ニコライを、守護聖人として、ニコライとの修道名を付けられている。翌1861年に、函館のロシア領事館付属礼拝堂司祭として、着任。この頃、元大立ハングーの木村健才から、日本史研究、 東洋の宗教、美術などを7年間学んだ。また、仏教については学僧について学んだ。ニコライは1868年自らの部屋で、密かに日本ハリストス正教会の初歩で後に、初の日本人司祭となる、と佐藩市、沢部拓馬、函館の医師、坂谷津司令、野戸出身の医師、浦野大蔵に、洗礼機密を授けた。この頃、 木村が函館を去った後の公認として、新島城から日本語を教わる。新島は共に古事記を読んで、ニコライは新島に英語と世界情勢を教えた。海徳堂の中井ずマロラの協力を得て、方針霊用の祈祷書を及び、聖書の翻訳、伝道を行った以後、精力的に政教の布教に努めた。明治2年日本ロシア政教伝道会社の設立の、 許可を得るために、ロシアに一時帰国した。ニコライの帰国直前に、荒い常の進むがニコライに会う。ニコライは、ペテルブルクで、政務会員にあって主席であったサンクトペテルブルク府、主教、イシドルから、日本ロシア政教伝道会社の許可を得ることができた。1870年には、手のひらンに、少女されて、日本ロシア政教伝道会社の主張に任じられた。 ニコライの留守中に日本では沢部、浦野、堺の3名が盛んに布教活動を行った。明治4年にニコライが函館に帰ってくると沢部の下に身を寄せていた人々が9月14日に洗礼機密を受けた。旧仙台藩士12名が洗礼を受け、ニコライは仙台地方の伝道を強化するためにそのうちの野正五郎他2人を同年12月に 仙台に派遣した。ニコライは、旧仙台藩の真山厚次と共に、ロア辞典の編集をした。明治4年12月に、正教会の日本伝道の補佐として、ロシアから、修道司祭、アナトリー一杯が函館に派遣された。ロシア公使館が東京に開設されることになり、函館の領事館が閉鎖されたが、聖堂は引き続き、 箱館に残されることになったので、ニコライは、アナトリーに、箱館制度を任せて、明治5年1月に上京し、築地に入った。ニコライは、仏教研究のために、外務省の許可を得て、増上寺の構想について、仏教研究を行った。明治5年9月に、スルガの戸田白爵邸を、日本人名義で購入して、ロシア公使館付属地という条件を付け、 伝道を行った。明治5年9月24日東京でダニール、影田高ら数十名に極秘に洗礼機密を授けた。明治7年には東京市内各地に伝業者を配置し講義書を設けた。ニコライは神奈川、伊豆、愛知などの東海地方で伝道した。さらに京阪地方でも伝業を始めた。明治7年5月には東京に 政教の伝業者を集めて、不協会議を開催した。そこで、全20条の詳細な伝道規則が制定された。明治8年7月の公開の時、日本人司祭戦立が定義され、沢部拓馬を司祭に、坂井厚司令をタスク祭に立てることに決定した。東部シュベリアの主教パウエルを招聘して、函館で新品会議を行い、初の日本人司祭が除任された。 このように、ニコライを中心に、日本人聖職者集団が形成された。さらに、正教の神学校が設立され、ニコライが責任を担った。明治9年には、主善寺町地域から、岩沢平吉、沼津市地域から小玉菊、山崎金三郎ら男女14名がニコライから、洗礼を受けた。明治11年、ロシアから、 修道司祭のウラジミール・ソコロフスキーが来日して、ニコライの経営する語学学校の教授になり、明治18年までニコライの片腕になった。明治12年にニコライは二度目の帰国をし、明治13年に主教に助成される。その頃の教生は、ニコライ主教以下、手のひらイン1名、司祭6名、タスク祭1名、伝業者79名。 新都総数6,099名、教会数96、講義書263だった。同じ年、聖教宣教団は出版活動を開始し、聖教新報が明治13年12月に創刊された。愛者という編集局を設けた。明治13年以降の日本人画家を育成するために、ニコライは山下凛という女性を、 サンクトペテルブルク女子修道院に学ばせた。3年後山下は帰国し、生涯製造画家として活躍した。明治15年に神学校の第一期生が卒業すると、ロシアのサンクトペテルブルク神学大学やキエフ神学大学に留学生を派遣した。明治17年に反対意見があり中断していた大聖堂の建築工事に着手して、明治24年に竣工した。 正式名称を復活大聖堂、通称はニコライ堂と呼ばれた。明治26年、ニコライの遺行により、女流文学史、浦西式が出版された。明治40年まで存続し、明治女流文学者の育成に貢献した。明治37年2月10日に、日露戦争が開戦する前の2月7日の聖教会は、聖職者と信徒によって臨時集会を開き、 そこでニコライは日本に泊まることを宣言し、日本人正教徒に日本人の務めとして日本の勝利を祈るように進めた。内務大臣、文部大臣が開戦直後に正教徒とロシア人の身辺の安全を守るように指示した。強力な警備陣を選教団と敷地内に配置したので、正教選教団と大聖堂は被害を受けることがなかった。 カンダスルガダの聖教会本会で没した。柳中墓地に葬られる。1970年、柳中墓地改回収の際に棺を開けると普及隊が現れた。同年、ロシア聖教会はニコライを日本の足と大主教をニコライ、日本の守護聖人として劣勢した。日本教会が政治一教会となったのはこの時である。ニコライの普及体はヤ中墓地のほか。 ニコライ堂、函館ハリストス聖教会などにあり、信者の数形の対象となっている。劣勢以降、日本の足と聖ニコライ、聖ニコライ大主教と呼ばれる。記憶日は2月16日。ニコライが、ロシア聖教を伝えたとする媒体が散見されるが、ロシア聖教会、ロシア聖教は、最も早くに見積もっても1448年に、 成立した独立正教会の組織名であり、教会の名ではない。正教を伝えたが正しい表現である。ニコライは、ロシア正教会に所属していたとは言えるが、あくまで、正教を伝えたのであり、ロシア正教会という、組織を伝えたわけではない。正教会は一カ国に一つの教会組織を備える、ことが原則であり、各地に正教会組織があるが、 これら各国ごとの聖教会に、競技上、異なるところはなく、相互の教会はフルコミニオンの関係にあり、同じ信仰を有している。聖教会において、聖堂建設の際には、各種祭日や聖人を記憶する習慣があるが、アシュト聖に古来を記憶する教会、聖堂が、世界各地にある。聖教会で聖人として劣勢されているため、祭日のための祈祷文が用意されている。 以下はその中で最も頻繁に用いられる、初放散詩である。第四長子とと等しく同座なる者忠実にして、真知なる、ハリストスの役者聖なる神、に選ばれたる笛、ハリストスの愛に満ちたる器我が国の見つてる者使と、大主教聖に古来よ何時の巻群のためを及び、全世界のために生命を保つ、生産者に祈り給え、日本政教会役。 手術法事式関東大震災で消失したと言われていたニコライの日記が中村健之介によって発見され、ロシア語源文版が2004年に刊行された5ボリュームズストリートペテルブルクギペリオン 2004? 仲介を加えた日本語全役は2007年に刊行この宣令は大乗官庁舎により政府に報告されたが弾圧をされなかった。 出展とする各種協会サイト、協会関係者による記事においても、聖教伝道、聖教伝道、聖教を伝えたなどとなっており、ロシア聖教を伝道した、ロシア聖教を伝えたとは書かれていない。ありがとうございます。